それではスペシャルドラマをご覧ください。どうぞ。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会生放送スペシャルドラマ、3人よれば。せつなちゃん、これ借りてた本、長く借りちゃってごめんね。いえいえ大丈夫です。私この本は内容を覚えるくらい読み込んでいますから。私も何度も読み返しちゃってすごく面白かった。これ続きはあるのかな。脇役の忍者の子が好きなんだけど、その子と幼馴染の子があの後どうなったのかなって気になっちゃって。もちろん続きはありますよ。明日持ってきますね。そのキャラが好きなのであれば4巻まで一気に読んだ方がいいですね。ちょっと重くなってしまいますがいいですか。私は嬉しいけど、せつなちゃんの荷物を増やしちゃう。ごめんね。歩さんにおすすめの本を読んでもらえる嬉しさと、重いものを持つことによるトレーニング効果で、私からすれば一石二鳥です。じゃあお願いしちゃおうかな。ありがとうせつなちゃん。おはよう。アイさん、おはようございます。おはようアイちゃん。ん、アイちゃん、え、何、どうしてこっち見てくれないの。いや太陽が眩しくって。アイさん、その格好首が痛くなりませんか。全然、あれなんだろう、気になるな。何かな。ん、そっちはロッカーしかありませんが。アイさんどうかしたんですか。やっぱりちょっといつもの愛さんらしくないです。その寝違えちゃって。首寝違えちゃったの。それは痛いよね。でもきっとお昼くらいには良くなってるよ。お昼には治ってるといいんだけどな。はあ、そういえば歩さんの次は愛さんに貸しますと言っていた本ありますよ。よかったら読んでみてください。え、本当？やったー。どれどれ。ごめん見ないで。愛ちゃん、うわー、特大のニキビができちゃったの。あ、ほっぺに。恥ずかしいよ、見られたくなかった。では見ません。私も。みんなにウソっぽ向かれてるのも嫌だ。じゃあこれでどうかな。ぎゅー。私もぎゅーです。くっついてたら近すぎて見えないよ。私は後ろからくっついていますから全然見えませんから。待って苦しい。ごめん強すぎました。ああもう、せっつーと歩むって極端だよ。なんか楽しくなっちゃった。二人になら見られてもまあいいか。ほらここ見て、真っ赤で大きいのができてんの。朝起きてびっくりしちゃったよ。痛そう。大丈夫？薬塗ったから平気なんだけど、やっぱ恥ずかしいしさ。愛さんは隠したいですか？もしそうなら私に名案があるんですが。隠したい。名案って何？頭巾をかぶるんです。頭巾？歩も、あーって何？どういうこと？忍者みたいに顔を隠すんです。ちょっとやってみますね。このタオルを使って。ちょっと長さが足りないみたいですね。なんかこれだと。泥棒ルックじゃない？
確かに。笑わないでください。ほら、セッツも鏡で見てみなよ。本当です、これでは泥棒ルックですね。これって確かに明暗かもだよ。ニキビも隠せる上に楽しい。アイさんもやろうっと。おいおいっと、二人がやるなら私も。どうかな。二人ともおかしいです。セッツが先にやったんじゃん。意外とハマりそうです。ねえねえ、今日はこの格好で他のみんなを迎えようよ。驚かせちゃおう。ねえ、これ V 焼きでやりたかったね、こうやってね。私やっとけばよかった。ねえねえ、今日はこの格好で他のみんなを迎えようよ。驚かせちゃおう。ねえ、これ V 焼きでやりたかったね、こうやってね。私やっとけばよかった。泥棒ルックって言葉もね。いや、面白かった。面白かった。はい、じゃあここからは MC なっちゃんお願いします。はい、かしこまりました。それでは